弊社が今回 CSPI エキスポに出展させてもらっている散水構造の説明をさせていただきます。弊社の散水構造はですね、従来人で瓦礫を壊した時に粉塵を抑える水をまいておりました。その時に人で行ってますと危険な場所もしくはショベルの近くといったところに近づかなければいけませんので、人でなくロボット で無線の操作をすれば安全性省力化に役立つのではないかというコンセプトで今までの散水構造を販売しておりました。で販売していく中でですね、お客様の声がありまして、まずは、無線の操縦を、しなくてもある一定度の距離を動かしてほしいということで自動の首振り機能が欲しい、もしくは破砕している場所に対して自動で追尾してほしいという意見が出始めてきました。そこで、まだ参考の段階ではあるんですけれども弊社としてまして、自動首振り装置と自動追尾の装置を散水構造に備えたものを展示させてもらっております。ではまずは自動追尾の方から紹介させてもらいます。自動追尾の方はですね、今は丸の形状を判断しているんですけれども、赤い点が丸に当たっているのが見えると思います。その丸の位置が変わりますと赤い点がそれに追随して動いているのが見えると思います。これによって、小割機で破砕したところに常に水が当たるということを実現しようと考えております。そしてもう一つなんですけれども、こちらにあります自動首振り装置なんですが、従来は押しボタンである一定の幅を動かそうとしますとボタンを押し続ける必要がありました。そこをボタンを押すことなく中に仕組みましたメカニカルな装置で一定の動きをさせ続けるということを実現したものになります。これらの商品を合わせまして私どもがこれからも省力化と安全化に貢献できる商品組み合わせていこうと思っておりますのでよろしくお願いいたします。